これから形の発表を始めたいと思います。皆様ごきげんよう。はい、自己紹介します。ティーンホイッスルを練習中のたつきです。バイオリンを10年習ってますなっちゃんです。管弦楽部で打楽器をやってました阿部ちゃんです。クラリネットを5年間やっていますひなのです。よろしくお願いします。はい、ではこれから私たちの研究テーマについて話していきたいと思います。私たちの研究テーマは銀河のさまざまな形に法則はあるのかです。銀河にはさまざまな形が存在します。さまざまな形を分類するハッブル分類というものがあります。ハッブル分類とは何か詳しく見ていきましょう。大きく分けてハッブル分類には4つの分け方があります。楕円銀河、渦巻き銀河、棒渦巻き銀河、不規則銀河の4つの分類ができます。私たちは渦巻き銀河と棒渦巻き銀河の形の違いに興味があったので、この2つに注目したいと思います。それでは棒渦巻き銀河と渦巻き銀河について詳しく見ていきましょう。左の図を見てください。この銀河の中心にある膨らんだ部分をバルジ、両方向に広がった部分をディスクと言います。右の図を見てください。はい、銀河のこの銀河のバルジが両方向に広がった部分を棒と言います。この棒の部分は渦巻き銀河には見られない形です。そこで私たちは渦巻き銀河と棒渦巻き銀河を見たときに2つの疑問が生まれました。なぜ渦巻き銀河と棒渦巻き銀河ができるのか、バルジの大きさはなぜ違うのかという2つです。なので僕たちは棒渦巻き銀河の棒部分と銀河のバルジ部分、2つの方向で銀河の形について考えていきたいと思います。じゃあまず最初にバルジについて話したいと思います。ハッブル分類では横方向にバルジの大きさで分類しているので、私たちもそれを指標にしたいと思います。次に棒について話したいと思います。ハッブル分類では棒があるかないかで分類しています。ですが私たちが調べていると、棒渦巻き銀河にも棒の顕著さに違いがあり、私たちは棒の顕著さを指標にすることで縦に連続的なものがあると考えています。ではここから、バルジの大きさについて調べていこうと思います。まずそのバルジとディスクの大きさの比を調べるのに、ディスクの厚みを調べます。ではなぜ調べるのかということについて、今から図を描きます。描かないと無理じゃん。ないよ。やろう。なのですみません、前側の照明をつけていただけませんか。何枚？3枚ぐらい。で、そっち側でいいか。で、図を描きますので、もし後ろ側で見づらい方がいらっしゃいましたら、ぜひ前側に出て、前側の方が声も通りますし、すみません。見やすいので、横がいいです。
では今からこれぐらいの声の大きさで喋りますので大丈夫ですか？すいません、マイクです。では今からそのバルジと全体の直径の比の大きさ、今さっき示してくれてた図の横側の部分について調べていきたいと思います。まず今さっきの図をちょっと簡略化していきたいと思います。こちら側のこう、こちら側が楕円銀河、こちら側が渦巻き銀河なんですけど、こちら側の方が全体の直径に対してバルジの直径、真ん中の中心が比が小さいです。こちら側は全体の比の直径の比に対して真ん中の比が大きいです。じゃあこの違いを見ていきます。で、私がまず、縦を見ないときました。このバルジの比は、その次に、バルジ内のランダム運動とディスク内の回転運動のお話をしたいと思います。ランダム運動って聞くと、なんだろうって思う方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。なのでまずランダム運動からお話ししたいと思います。ランダム運動っていうのは、明確な定義は数式によって行われています。どういうものか、簡単に言うと、こう、簡単に言えるかどうかわかんないんですけど、例えば、この立体を考えるときに、3次元で考えると、こう、こんなグラフが出るんですよ。XY。で、この中には物質がたくさんあります。でも、その物質は、みんな独自の方向、バラバラに動いているんです。で、すると、この X 成分に関するこの動きとか、この動きとか、全部足しちゃうと、結局、速度の平均はゼロになっちゃうよっていう、まあ、不思議な、運動です。それは、Y の軸、Z の軸、どれでも言えます。で、速度の平均は全て0です。これがランダム運動です。では、次に回転運動。回転運動の方が分かりやすいです。回転運動では、私たちが考えている回転運動は、今のところ、銀河に当てはめると、ここがディスク運動、メタル運動、ここがバルジ部分だと考えています。このバルジのこの真ん中に対してこうやって回転している一個一個の違いというのが私たちは回転運動というふうに見なしています。ではそこから直径に対するバルジの比はバルジ内のここのでバルジ内は結局のところその文献から調べた結果、バルジ内はランダム運動、ディスク内は回転運動をしているということが分かりました。ですので、直径に対するバルジの比はバルジ内のランダム運動の強さとディスク内の回転運動の強さ、この2つの強さによって直径の比が決まると思いました。ではなぜかっていうと、上から見た図なんですけど、ここにバルジとディスクの境目があります。この境目の星を考えてみてください。この境目の星がバルジのランダム運動の方向に行くか、ディスク側の回転運動の方向に行くか、そのどちらの運動をするか決めるのは結局のところ運動の強さだと思いました。なので回転運動の方が強ければ、ここにある星は回転運動、ランダム運動の方が強ければバルジ内の方のランダム運動へというふうに考えました。そこで事実を見ていきたいと
すると、ここにバルジがあります。ここにディスクがあります。このディスクに厚みがあるということは、実はディスク内でもランダム運動が起こっているということです。どういうことかっていうと、例えばこの大気ってランダム運動をしているんですよ。じゃあ今なーちゃんが風船を持っていたとします。風船の中で大気はランダム運動をしています。ということは風船には厚みがあります。でなーちゃんがこう回転運動をしたとします。すると回転なーちゃんをしているけど、結局のところ風船には厚みがありますよね。それはなぜかっていうと、大気がだんだん運動しているんです。それと同じ原理で考えると、ディスクに厚みがあるっていうのはディスク内でだんだん運動が起こっているんじゃないかという事実です。では次にもう一個事実があります。このディスクっていうのは全部均一な厚さではなく、外側からこのバルジに近づくにつれてだんだん厚くなっているということです。ではこの2つの事実に基づき、私たちはこのバルジ内にはランダム運動があります。なのでこのディスク内にあるランダム運動にバルジのランダム運動が影響しているのではないかという仮定を立てました。そこからそのディスクの厚みをはランダム、ディスク内のランダム運動を表しているということで、ディスク内の厚みが厚くなるとこう戻っていくと、結局のところ直径に対するバルジの比が大きくなるのではないかというふうに私たちは仮説を立てました。というわけで今から検証方法について説明していただこうと思います。検証方法について説明していきたいと思います。まず、先ほどもおっしゃっていたように、私たちは銀河の 3個の部分の長さを測りたいと思いました。一つは、ここのバルジの直径ですね。でもう一つはディスクの厚さ。なんでここの2つを測りたいかっていうと、私たちはこの2つの長さについての、相関関係を見ていきたいからです。で3つ目のこのディスクの大きさ、ディスクの直径を私たちは知りたいと思いました。それはなぜかというと、銀河っていうのは個々に大きさが違って、ただディスクの厚みと、バルジの厚みを調べるだけでは銀河ごとの個性も含まれてしまうので、全体直径で割ってその偏りが、銀河の元々の大きさの偏りがないようにしました。で、そういう3方向の長さを見たいため、私たちは今回銀河の観測をルミナンスで行いました。ルミナンスというのは、普通望遠鏡で星を観測するときはフィルターというものをつけて、その特定の波長だけをの光を通して観測するんですけれども、ルミナンスというのは何もフィルターを入れないで全ての光を入れるということです。それはなぜかというと、銀河の形をはっきり見るため、なるべく明るい星を入れたかったからです。で、はい、ここで私たちは、この長さを測るために、バルジの直径というのはなかなか測りづらいものなので、私たちは今回バルジを球体と仮定して、球体と仮定するとどの方向でも直径は等しくなるので、バルジの直径を知るためにバルジの厚さを測ることにしました。はい、で私たちが観測に用いた天体として、長さを見積もるために真横から見た銀河 H4 の銀河に注目しました。具体的な画像としてはこういう感じの銀河です。
具体的に観測した銀河はこの左の8天体で、で解析に、実際に解析をしたのはこの NGC891、NGC1055、NGC4565、NGC7814 の4つの銀河についてです。これは、なぜ観測した8天体から4天体を絞ったのかっていうのは、短い、7日間という短い研究時間で8個の天体を調べるのは厳しいものがあったからです。観測方法は次の通りです。具体的に観測できた画像はこのようなものです。ありがとうございます。失礼しました。次に解析方法について説明していきたいと思います。私たちは銀河面付近に、先ほどのこの図のように、この緑のように直線を引いてそこの明るさを調べて、軌道曲線を描きました。で、Excel にそのテキストを入力して、標準偏差をグラフに出しました。この標準偏差というのはなぜ標準偏差を出したかというと、標準偏差というのは平均からのズレの値です。今回の観測においてデータをより正確に見るために標準偏差というものを用いました。で、スカイ平均というのは星ではない部分の空の明るさの値ですね。その値を出して直線をこの標準偏差のグラフに直線を引きました。この作業を一天体において4回行います。で、具体的に出したグラフがこちらです。この青いグラフが銀河の明るさで、オレンジの直線がスカイ平均なので、空の明るさになってます。で、私たちが銀河の長さを直径、ディスクの直径を決めるときに、ここについて具体的に決めたいんですけれども、ここは非常に曖昧な値のため、先ほども申し上げた通り、標準偏差のグラフを用いました。これは、数値は正確ではないんですけど、グラフの形はこのようなものになっています。それで私たちが、そのどこまでを銀河とするかっていうのを考えるときに分かりやすいように、カウント値の平均から星の明るさの平均から標準偏差の値を引いてそれを、空の明るさで引きました。そしてグラフを書くとこのようになります。それでここがゼロになったところが銀河の端ということにしました。なのでこの場合で言うと銀河の端はこの部分になります。次に解析結果について説明していきたいと思います。解析結果から見るに、この3つの天体には相関関係が見られるんですが、ここ一つだけ外れてるのがあると思います。で、今の、その一つの天体以外には正の相関が見られます。そこから分かることとしてはバルジの直径が大きいほどディスクの厚さが大きくなるということです。相関に載っていない今言った点は、ダストレーンという銀河の中心に集まる、塵のせいで光が遮られて見えなくなっているのが影響だと思われています。それがこの、今回瞳望遠鏡で観測した画像になります。この、
考察はバルジのランダム運動はディスクのランダム運動に影響を及ぼしているということが分かりました。次にもう一つの仮説です。次に棒のあるなしは何で決まるのかということについて考えていきたいと思います。そこで私たちはまず初めに仮定を立てました。棒渦巻き銀河の形は星の運動から影響を受けているというものです。今実際に載っているこれが棒渦巻き銀河の、図形なんですけど、ここに当たるのが棒です。このバルジと腕と呼ばれるこの部分の間に棒渦巻き銀河にはこのような棒が見られます。というわけで運動を見ていくので、棒渦巻き銀河の棒の部分の運動に、ここの部分の運動に注目して考えていきました。ではここでまず事実の確認をしていきたいと思います。渦巻き銀河の場合です。渦巻き銀河の場合はこれは横から見た図、これは上から見た図なんですけど、このバルジの部分はランダム運動を行っています。そしてこのディスクの部分、この部分は回転運動が主流です。で、上から見た図もこんな感じで、バルジではランダム運動が主流、ディスクでは回転運動が主流です。このディスクには腕とかがあるから、なんかちょっと運動違うんじゃねみたいなことを考える方もいらっしゃると思うんですけど、でもなんか腕をして考えるんじゃなくって、そのディスク内にある一個一個の星の運動を見ていくので、この腕の部分もスカスカの部分も全部ディスクとして考えていきたいと思います。で、ここで注意なんですけど、このランダム運動主流って書いてるじゃないですか、回転運動主流。今さっき のバルジの考え方にもあったんですけど、ディスク内にもランダム運動はあります。でもそれでも回転運動の方が支配的だから、ディスクは回転運動が主流っていうことになってます。じゃあ次に棒渦巻き銀河だったらどういう運動をするのかということに見ていきたいと思います。今回は上から見た図を用いました。この中心のバルジの部分はランダム運動をしています。で、この外側のこの腕のディスクの部分は回転運動をしています。じゃあこの棒の部分はどうなるんだろうなっていうことを考えていきます。そこで仮定表を立てました。この回転が主流ということは、回転ファーストなんですよね。都民ファー、違います、ちょっとなかったことにしましょうっていうことなんですけどそういうことですねで、回転ファースト、主流と考えてください。回転弱いです。で、もしもこの回転が強い、ランダムが強いとなると、ここの状態は均衡状態、回転が強い、ランダムが弱いと回転運動が主流になる。回転が弱い、ランダムが強いとランダム運動がファーストになって強くなる。で、回転も弱くてランダム運動が弱かったら、じゃあ他の運動が主流になるんだなみたいな感じで仮定を立てました。では検証していきます。すいません。なんでとりあえず検証していくんで、まずはこの部分、ランダムが主流な部分について調べていきます。
というわけで、ここで復習なんですけど、バルジはランダム運動をしています。だからランダム運動が主流の天体はバルジみたいな形になるんじゃないかなって考えました。だったらこの棒の部分がもしもバルジみたいになるとこんな天体になっちゃうんですよね。だったらこれは棒渦巻き銀河じゃないと考えたため、ランダムがファーストっていうのはまあなくなりました。次にこの3つの部分を調べていこうと思います。じゃあその検証方法なんですけど、回転曲線というものを見ていきます。この縦軸はこの、銀河の一個一個の星のところの回転速度を表しています。でこの銀こっちの横軸は銀河中心がここです。でこうどんどん遠くなっているっていうのが横軸が表していることです。じゃあランダム運動は回転運動が弱いんだから回転速度は低いんじゃないかなって。でもしも回転運動だったら回転速度が高い、だからこんな風に高くなるんじゃないか。じゃあそれ以外、さっきも表しましたように均衡状態や他の運動が主流という状態になれば、それ以外だったら違う傾向がこの部分に見られるはずだということを考えました。でこんな風にいっぱい、まあ一つの論文から持ってきたのでもしかしたら不純文かもしれませんが、このようにデータを集めてきて調べていきました。でここに注目したのは棒ってバルジと接してるじゃないですか。というわけでこの多分バルジはこうランダム運動が主流だからここら辺だよねって。じゃあ多分ここからこのランダム運動が終わったあたり、この部分に注目して見ていきます。ここら辺。というわけで注目していただきたいのが上の図、渦巻き銀河と棒渦巻き銀河。これは横はこの突起部分、こういうのがあるかないかっていうことなんですよ。だからもしかしたらここの部分に出ているかもしれないなと思って見ていきましたが、この突起があるっていう特徴も渦巻き銀河でも棒渦巻き銀河でも見られました。この突起がないっていう特徴も渦巻き銀河でも棒渦巻き銀河でも見られました。で他にもいろいろ見ていった結果、渦巻き銀河と棒渦巻き銀河で異なる傾向はないという結論になりました。では結果を見ていきたいと思います。まあこんな風にデータを見ました。で渦巻き棒渦巻きで違いはないと考えました。それと渦巻き棒渦巻きで運動が一緒ということになります。すると棒部分は渦と一緒なんですよね。まあとなると結局棒部分は回転ファーストということになります。では最初の仮定に戻りたいと思います。仮定では棒渦巻き銀河の形は星の運動から影響を受けていると仮定しました。しかし結果では棒部分の運動は腕部分と一緒ということが分かりました。ということなので、つまり棒渦巻き銀河の形は星の運動に影響を受けていると言えないという結論になりました。でそこからバルジとディスクの大きさの関係、あと棒の関係をまとめました。バルジとディスクの大きさでの関係では、バルジのランダム運動はディスクの星の運動に影響を与えている可能性がある。棒の、関係では棒渦巻き銀河の形は星の運動に影響を受けていると言えない
という結論が出ました。以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、普通の高校生が1週間宇宙漬けになるとこうなるということは分かっていただけたかと思います。では質問を受けたいと思います。一般の方でも OK なのでどんどん手を挙げてください。マイクが来ます。最後のですね、こっちもそうなんですけども、バルジが影響を与える影響が出てきていますね。具体的にどういう影響かというふうに、もうちょっとそこを、説明してもらえないと。例えばという話になってしまうんですが、
大椿銀河と渦巻銀河で運動が違うと、同じであると。で、回転曲線を使って同じしてたんですけども、実際に、皆さんお見せになった回転曲線というのは星の運動ではなくてガスの運動ですね。というところをちゃんと確認してるかどうかということで、それで結果が出てしまったので、その2つだけは、質問として覚えてください。私たちがこのディスクの直径を求めるということで、すごいいろんな方法を試してみて、目視で測ってみるとか、あとは何でしたっけ、そうコントアで軌道曲線を書いてみるとか、すごいいろんな、あと軌道曲線の傾きの造形表っていうんですかね、傾きのグラフを書いてみるとか、いろんな方法をやった中で、この標準偏差を用いた求め方が一番正確だと思ったので、この求め方にしました。これに対する回答はそれで満足でしょうか。とりあえず、納得したんです。どうでしょうか。棒があるはずです。なので、ここの
変化が起こるのではないか、回転運動ではなくトランダム運動ではなければ何か違う傾向が見えますというところに注目しました。はい、他質問。古川の伊藤です、聞いてて仙台ですごい高度な競技やってるんだなというふうに感じました。で、一つ質問なんですけども、先ほどの説明で、ディスクが外側に見せて、薄くなっていくという説明があったりという事実があったっぽいんですけども、こうそのディスクの厚みを測る上で、どこを何を基準にその厚みを測る位置を決めてたのかなっていうのをちょっと思うんで、まあ、それぞれの県外も、バルジの大きさとかも違うここにも見えたので、何でしょう、その銀河のこと、銀河ごとっていうか、その銀河のディスクを厚さに測るよりもはこう何か基準を持って測っていったのかなっていうのが分からなかったので質問させていただきます。先説明があったらすいません聞き逃してしまったかもしれないので本日は説明をお願いします。ありがとうございます。私たちは銀河を左右対称と考えました。なので、銀河のディスクの厚みを測るときはこの腕の部分ですね、腕の部分の中央の部分で測って、出しました。なぜこの腕の部分の半分のところで厚みを出したのかっていうことを考えると、さっき事実してお話ししたように、このバルジの厚みっていうのは、すいません、ディスクの厚みっていうのはバルジに近づくにつれてだんだんと厚みを増していきます。ということは、この私たちの仮定ではバルジのランダム運動はディスクのランダム運動に影響を与えているんです。だったらもしかしたらこの近い方の方が影響が大きいかもしれない、大きいかもしれない、この遠い方が影響が小さいかもしれないと考えると、こんなこのラインで測ったりこのラインで測るというよりも、この半分アベレージのところで測るのが一番妥当なところかなと思って、この厚みを測りました。そういうことがあるので、地方に1箇所をだけでもそれで幅として捉えていいってことですか。そうですね、バルジと銀河、バルジのこう境界から始めまでの中央を出す。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ではラスト、高校生は今までの中間発表で散々質問してきたと思うので、はい、一般の方優先で、はい、すいません。幅を決めるときになんか横軸が、ピクセルって画像上の幅だったと思うんですけど、なんか観測する銀河が例えば遠いか近いかそれで画像上の大きさって変わってくると思うんですけど、その観測する天体を決める上で何かこう幅、地球からの動作とかそういうのを考慮して何か決めたのが気になったので質問します。はい、ありがとうございます。私たちは、銀河の動作には注目しませんでした。なぜなら、この最後に書く図の横軸と縦軸見ていただければ分かるんですけど、これディスクの直径分のバルジの直径で、縦軸がディスクの直径分のディスクの幅、ディスクの厚みですね。で、比で考えているので、そこには
種目しなくていいかなと思ってます。ありがとうございました。はい、ということでトップバッター二十歳の皆さんお疲れ様でした。